お疲れ様です。今回は雑貨屋が儲からない原因についてお話します。儲からない原因にはいくつかあるのですが、今回は気づきにくい部分にフォーカスしてお話します。この動画を見てくださっているということは、あなたは何かしらの形で雑貨屋さんに関わっているはずです。どんな立場の方でも問題の解決につながる、気づきにつながる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。さて、あなたの会社やお店ではこんなことが起きてはいないでしょうか。売上はそこまで悪くない、むしろ少し上がってるのに利益が残らない、山を張った思い切った発注なんてしていないのに在庫の金額が知らない間に増えてしまっている。こうなってしまうと消化率が悪化して、売れないものが発注され続け、売り場にどんどん増えていってしまいます。そして結果的に儲からないっていうことになってしまうんですよね。そうならないためにですね、今回お伝えしたいことの結論を言ってしまうと、アイテム数と SKU 数をごちゃごちゃにしてはいけませんっていうことなんですよね。このアイテム数と SKU 数の違いがしっかり分かっていないと、認識のすれ違いが起きたり、売り場や発注に対して間違った判断をしてしまう危険性があります。この動画を見ることで、アイテム数と SKU の違い、そして気をつけるべきことがトータルで分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。弊社では20年弱の期間、現在は北海道で4店舗の雑貨屋を運営しております。その経験と原理原則を交えてお話をしていきます。また、今回はよくわかるこれからのバイヤーという書籍を一部引用しながら解説します。15年以上前に発行された本で、現在は残念ながら絶版となっていますが、普遍的な内容が多く、弊社では現在も参考にさせていただいています。中古でも手に入れるべき有益な書籍です。さて、アイテム数、SKU 数に関してですが、皆さんのお店ではどちらの言葉を主に使っているでしょうか。これもお伝えしたいことの結論から言ってしまうと、アイテム数という言葉だけ使われていて、 SKU という言葉が正しく使われ認識されていなければ結構やばいです。いや、そもそもその2つの言葉の意味がわからないよという方もご安心ください。実例を踏まえて噛み砕いて解説していきます。では始めます。まずアイテム数についてです。ベストセラーのジョンズブレンドのルームミスト、これはアイテムの名前を指しています。1アイテムということですね。さて、こちらいかがでしょうか。シリーズ展開されているジョンズブレンドのリードディフューザー、これもアイテムの名前です。1アイテムということなんですよね。もしこのような展開で売り場が構成されていたとしたら、これは2アイテムで構成されているということです。ここまでは大丈夫でしょうか。変わりまして、今度は SKU 数に関してです。 SKU 数は品番数とか型数とかカラー数とかいろいろな表現ができてしまうんですが、それぞれ誤解を生む可能性があるので、一般的にはやはり SKU という表現が用いられています。例えば今表示しているのは先ほどのジョンズブレンドのリードディフューザーなんですが、これにはホワイトムスク、アップルペア、レッドワイン、ムスク、ジャスミンの今4つ表示しているので、この場合は 4SKU ということです。これをですね、4品番とか4型とか4色と表現してしまうのはちょっと誤解を生んでしまいそうなんですよね。繰り返しますが、この場合は 4SKU というちょっと複雑になってきたかもしれないんですけど、この売り場の場合は2アイテムの 9SKU っていうことです。ここでどういうことってなってしまった方は、少し戻って動画を見返してみてください。そしてまた戻ってきてください。さて、違いは分かったと。で、なぜ SKU ではなくアイテム数で捉えるのが問題なのかという話をしていきます。結論から言うと、アイテム数単位では正しい発注ができないからです。具体的な例を用いて説明していきます。パターン1つ目、ジョンズブレンドが最近また売れているという話があったとします。このジョンズブレンドっていうのは、さっきのアイテム数よりももっと大きなシリーズでの捉え方なんですよね。もしここで、よし売れてるならシリーズ全体の在庫を2倍にしようってなったらどうでしょうか。この段階でそれはやばいでしょうと気づく方は多いのではないでしょうか。ここに置いてある QSKU 全てが売れてるとは限らないですよね。むしろそんなことありえないと思います。だからやばいんです。パターン2つ目、ジョンズブレンドのルームミストが最近また売れているという話があったとして、よし売れているならルームミストの在庫を2倍にしようとなった場合はどうでしょうか。ここで、ああそれなら OK なんじゃないとなってしまったとしたら、それはアイテム数でしか捉えてないっていうことです。これも先ほどと同じく、この 5SKU が全部均等に売れてるわけはなく、全部を2倍にするとやばいっていうことなんですよ。パターン3つ目、ジョンズブレンドのルームミストのホワイトムスクが最近また売れているという話があったとします。そうか、 5SKU のうち売上の8割がホワイトムスクかと。ではこれだけは他の4倍の在庫にしよう、これはどうでしょうか。そうです、この最後のパターンが売上と発注に関しては正しい捉え方なんです。
先ほどのパターン1とか2のようにアイテム単位で売れているとか売れてないと判断をしてしまうと、売れていないものを発注し続けてしまったり、反対に売れているものまで見切ってしまうということにつながってしまうんです。それでは今回の内容をおさらいします。アイテム数と SKU 数に関して解説してきました。この場合1アイテムで 5SKU ということです。さてこの場合はどうでしょうか。5秒間で考えてみてください。そうですね、この場合は2アイテム 9SKU ということでした。アイテム単位で売れている売れていないの判断をするのは正しい発注につながらないということも説明しました。また SKU 単位で考えないと在庫が増える原因になること、正しい棚割りが作成できないということにつながってしまいます。この点に関しては別の動画で解説しますので合わせてご覧ください。ということで今回は雑貨屋が儲からない原因の消化率の悪化について、中でもアイテム数と SKU 数をごちゃ混ぜにしないことの重要性をお話しました。少しでも参考にしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。